友城は、ビンゴ国もにあった、日本の城。福山市指定史跡に指定されている。友は、古代から、潮町の港として栄え、軍事的にも、通用の地であった。そのため、南北朝時代には、公安施設の近くに大化島城が築かれていたが、市外部に城は存在しなかった。なお、県武三年には、たた浜の戦いに勝利した。 足利高氏が京に登る途中、この地で京の黄金天皇より、新田義貞追悼の院前を受領しており、足利氏にとって、縁起の良い土地であった。友情の前身となるのが、天文22年頃に、毛利元成の命により、貧後地方の豪族である渡辺氏が、市街中心部の丘陵に築いた友用街である。友用街は、天古志への抑えとして築かれたもので、 その規模、構造は、よくわかっていないが、上域は発掘調査の結果などからおおむねともの、裏歴史民族資料館一体であったと、推定されている。天正4年には、京都を追われた、足利義明が、毛利氏の庇護のもと、この友要外で、亡命政権を樹立した。幕府としての実態は伴っていなかったというのが、 定説ではあるものの、藤田達夫は義明が共にありながらも、歴代将軍と同様に一貫して、京都御山をはじめとする、幕府間滑下にある、前州寺院に対して、十字任命の事例である、校長を発給していた事実などを挙げて、室町幕府の身分秩序や武家儀礼は形外化しつつも、大名権力とは異なる、上級政治勢力として存続していたとしている。 江戸時代に入ると、安芸美語を与えられた、福島正則により、友用街の築城が開始され、友城と呼ばれるようになった。友城は、丘陵部の本丸を中心に、二の丸、三の丸が囲み、その城域は、南は、友港、東は、福前寺、北は、沼名前神社の参道まで達する大規模なものであった。 この時、三層三階の天守も建てられたと言われている。水器は、慶長14年まで続けられたが、瀬戸内海の中央で、戦略的にも重要な友において、大きな築城は、徳川家康の権威がかかり、廃城とされ、福島市の違法後は、その後、西国鎮上の役目で、貧乏福山に廃された、水野勝成により、福山藩が誕生し、 友城跡には友奉行所が置かれた。本丸友城跡の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成中央の丘陵部が、本丸跡。友城追記以前には、友市街に城はなく、南北朝時代には、友の津に隣接する島に築かれた、大化島城がその前身と言える役割を果たしていた。 光栄元年に、日内灘で勃発した合戦では、友も、戦場となり、大河島城に籠城していた南朝方の、将兵たちは、北朝方の攻撃により全滅したという。関能の上乱では、浄和5年に、足利忠義派の足利忠冬が、中国短大として、大河島城に滞在したが、幕府の討伐軍に攻められ、九州に敗走した。 戦国時代になると、貧乏地方は、大内市の勢力下となり、友の裏は、天文13年に、村上水軍の村上義満に与えられた。友には、義満の弟である、村上良康氏が派遣され、村上氏の本拠は、大河島城に置かれた。このため、良康氏は、友殿と呼ばれた。元気4年に、 織田信長によって、京都を追われていた室町幕府最後の将軍、足利義明が、毛利氏を頼って天正四年から共に滞在しており、後に、友城となる、友用街が築かれ、義明の館があったとされている。義明の敬語は一条山城の渡辺元と、大河島城の村上良康氏が当たっていたという。天正六年になると、毛利氏は、 信長と対峙するため、殿を本陣に定め、信長方の天古氏を滅ぼした際には、山中高生の死休が共に運ばれ、義明と毛利輝元が共に実験を行ったと伝えられる。義明は六年間共に泊まり、天正十年に角郷へ移ったと言われる。いわゆる、友幕府をめぐっては、多くの幕臣は、貧乏に下校せず、従ったのは、伊勢市、上野市、 大立氏程度であり、幕府としての実態は伴っていなかったというのが、定説ではあるものの、上述のように、藤田達夫は義明が共にありながらも、歴代将軍と同様に一貫して、京都御山をはじめとする、幕府管轄下にある、全州寺院に対して、十字任命の事例である、校長を発給していた事実などを挙げて、室町幕府の身分秩序や武家儀礼は境外化しつつも、 大名権力とは異なる上級政治勢力として存続していたとしている。また藤田は、毛利輝元が副将軍として、疎英城を作成していたとしている。藤田によれば、当時、日本は、二人の将軍を頂点とする二つの幕府、すなわち、友幕府と安土幕府による内乱時代にあったということになる。また事実としても、足利義明が、 豊臣秀吉の圧戦で朝廷に将軍職を返上するのは天正16年のことであり、それまでは形式的には幕府は存続していたことになる。慶長5年の関ヶ原の戦いの後、毛利氏に代わりや帰国広島に入った福島正則が貧乏国をも領有すると、友情は城郭として大きく整備されることになった。この様子は、 慶長12年に当地を訪問した朝鮮通信誌の施設一行の日記に、山上に新しく岩木を築き、将来防御する、砦のようだが、未完成であるとの記述があり、当時まだ建設途上であった様子がうかがえる。城代には、重心の大崎現場が置かれた。水器は、慶長14年まで9年余り続いていたが、徳川家康が、 友情の存在を知って立腹し、これを恐れた福島正則は、築城を中止して、完成していた施設も取り壊して、家康に謝罪することになった。地元では、元奈元年に発布された一国一条例によって、取り壊されたと伝わっている。天守などは破却されたが、皇述のようにある程度残されていたと言われている。元奈五年に、福島市は損壊した。 広島城を幕府に無断で修理したとして、武家諸法都によって改役され、貧乏国の福島市の支配は終焉を迎えた。福島市の去った秋国は、浅野市が入り、浅野市や長戸毛利市や筑前黒田市などの西日本の戸様大名に対する西国の鎮黙として、友の裏のある貧乏国には、徳川家康のいとこである水野勝成が、 福山十万国の領主として違法され、友城の三の丸跡には友奉行所が置かれた。友奉行所には、勝成の長男勝重が居住し、友殿と呼ばれた。勝都氏が藩主に就任して、以後は、重臣が友奉行として廃された。江戸期の歴史書、水の木の記述によれば、法永8年に大手門と、 矢倉屋敷が消失したとあり、江戸時代の中頃までは、元の殿城の建築物が存置されていたようである。一国一条令後に、貧乏国で残されたのは、殿から北東、約20キロメートルに位置する、神奈城であり、水野勝成も当初は神戸城主として違法されたが、西国の鎮営の拠点として、新規築城が認められ、現那六年に、 福山城を築城して移り、神戸城は廃城になった。友城の跡地は大部分が友の住宅地となっている。本丸跡には戦前までは、料亭、戦後は友中学校が建設され、その後移転したが、現在は友の裏歴史民俗資料館になっている。福山市は友中学校移転後に発掘調査を実施しており、 その時に出土した石垣を再利用して、資料館と駐車場の間に石垣を採築しているが、必ずしも意向に即したものではない。本丸跡には、資料館のほか、ともに、縁のある宮城道雄の像や、毛利市に、ゆかりのある葉や毛利稲荷神社の社が鎮座している。また、資料館の建物の南西側に、本丸の石垣の一部が、保存展示されており、 石には、丸印などの刻印が残されている。また、カラメテモンの跡や、二の丸の石垣が寺などの石垣に転用されている、様子が見受けられる。1976年7月13日に、市の史跡に指定された。ありがとうございます。